日本鹿児島県鹿児島市高月町高月町は、鹿児島県鹿児島市の町。旧薩摩国鹿児島郡鹿児島近在塩屋村、鹿児島市大浅塩屋、鹿児島市塩屋町。郵便番号は892-0837。人口は2486人、世帯数は1560世帯。1963年より全域で、住居表示を実施している。 鹿児島市の中央部、高月川下流域に位置している。町域の北方には、南林寺町、南方には、高月川を挟んで、下新た、東方には、城南町、近江町、西方には、新屋敷町がそれぞれ接している。高月川には、天保山橋、天保山大橋、清滝川には、清滝橋、 昔の遊郭街の入り口にあたる場所に市安京がかかっている。光月川下畔は緑地公園となっている。寛永5年に竹村から分割され、薩摩国鹿児島郡近在の塩屋村として成立した。塩屋村の村高は、急行丘陵取調べ町では145国余りであった。塩屋という村名は、地内に塩田があったことに由来している。 1889年には、市政が施行されたのに伴い、鹿児島府下47町3村の区域より、鹿児島市が成立した。これに伴って、それまでの塩屋村は、鹿児島市の大座塩屋となった。1911年には、大座から、町となり、塩屋町と改称した。1963年に、塩屋町の一部より、 金光町と城南町が新設され、一部が新屋敷町に編入された。同時に、塩屋町の全域で住居表示が実施された。1967年4月7日の鹿児島県広報に掲載された鹿児島県国時代2 7 5号、鹿児島市内の町の名称変更によって4月20日より、塩屋町は高月町に改称された。同年4月号の 鹿児島市民の広場によれば、名称変更の理由について、近く本市と合併する谷山市にも同じような町名があることなどによるものです、と記載している。中志村遊郭跡の悲鳴三32年10月開業。鹿児島県内唯一の皇居の州、生示であった。正式名称は、時は遊郭という、全身の築地遊郭が、 現在の鹿児島駅候補地となったため提出地帯の延電,電を4、5尺ほど埋め立ての上移転、新規開業した。現在の清滝通りを挟んで最盛期で23件の議論が並び、300から400人の将棋を数えた。戦後の赤線指定を経て、昭和33年の売春防止法施行まで存続。遺構は存在しない。 現在、鹿児島県唯一の風俗指定地域である、高月町の八番外区は、区域外であり、直接の後ろ身ではない。以下の表は、国勢調査による、小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。国道、ありがとうございます。